日本テレビチップが放送した夕食難民がネットで話題。内容はこちら。日本テレビチップが放送した夕食難民が話題のようです。では、KNZ さんのツイートより内容を見てみましょう。KNZ、連日変え、チップ、夕食難民。冷蔵庫の上にあるレンジで温めたらいいのでは？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。温かいイコール物理的に熱を持っているとか違うと思うぞ。ですよね。次はこちら。東京の人が、みんながみんなこんな状態だと思ってほしくない。だって、スーパーもコンビニも空いてるもん。今の時代、スーパーやコンビニでも温めることができますよね。次はこちら。こういう演出で出演している劇団員です。冷蔵庫の上に電子レンジがある。やらせわら。冷蔵庫の上に電子レンジがあるんだから、演出だと思っちゃいますよね。最後はこちら。そもそもにして、なんでレシピを調べようともしないの？自分の飯ぐらい自分で作れよ。それでも武士かよ。メディアの愚行は続く。まあいろんな意見はありますが、要するに、ツッコミどころ満載の夕食難民印象操作は失敗に終わったということです。結論。テレビメディアの過度なネガティブ報道には多くの国民がうんざりしているのですが、今回の夕食難民印象操作はさすがにどうかと思います。やるなら不安を煽る報道ではなく、もっとポジティブな報道をしていただけませんか？ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。